えー、今日の朝の7時にですね北朝鮮がまた中距離弾道ミサイルを発射しましてそれが日本の上空を飛んで、えー、大体えりも岬の東方2,000キロのところに落下しました。えー、と否と定は、えー、3,700キロ北朝鮮からグアンまでの距離が3,400キロぐらいですから、えー、このままちょっと中途半端な距離のミサイルが飛んだんですが今回は 一応完全に成功したんですよね。意図としては成功した。癌、えー、も射程に入ったと、まあ、いうことが、まあ、はっきり分かったわけですね。で、これはもちろんタイミングとしてはあ国連がですね北朝鮮に対するまあ、最終的なと言われているけあの経済制裁その他を制裁を加した後ですね打ちましたから当然これはもうはっきりとしたどういう制裁が来てもですね北朝鮮は自分たちの方法あのやり方を変えるわけではないと。 ということを示しております一方制裁は若干骨抜きになりましたので、えー、っと中国共産党からの石油のパイプラインを経由するです、ね、石油の供給というのは全く止まらない状態でありますしロシアのプーチン大統領は北朝鮮がにいくらそのお経済制裁してもです、ね、彼らは草の根を食べても最後まで頑張るだろうと言っておりますので。 ロシアもどちらかといったらですね、えー、北朝鮮に対する経済封鎖によって北朝鮮の態度を変え,変えることは難しいと、まあ、こういうふうに解釈していると思われます。まあ、全体の状況はそうでありますが、えーまあ、日本がですね J アラートを鳴らして空襲警報ですねやや、えー、日本としての対応が前進しているのはいいんですけども相変わらずですねテレビも官房長官も全然他人事であります。えー、テレビではではすね今日の朝から 北朝鮮の専門家が主にテレビに出てアメリカの専門家も出て北朝鮮がどう思ってるか何を思ってるかっていうことをもう一生懸命解説してるそれからアメリカがどういう反応をしたかっていうのも一生懸命解説してるそれで、えー、官房長官は相変わらず最大限の言葉を持って北朝鮮に抗議をしたと、えー、それから国民に対しては万全を期するから安心しろと、まあ、こういうそのメッセージを出しております。 しかしですね問題なのは日本がどうするべきかということであって北朝鮮がどう思うかとかアメリカがどう思うかということはほとんど現在の段階では関係ありません、まあ、今から3年ぐらい前でしたらですねそういうテレビも必要でしたし官房長官談話も必要だったと思いますが、えー、北朝鮮はですねはっきりも,ものを言ってるわけですね <laughs> 北朝鮮の思惑なんて考えなくていいんですよだってですねアメリカが北朝鮮は 悪の数軸だからそのうち国家を潰すすぞと言ってるわけですねこれに対して北朝鮮が我が国は独立してんだから独立を守るためにミサイルでも原爆でも何でも持つぞとこういうふうに言ってるわけですからその通りに言ってるわけですからね今更ですね北朝鮮のえ判断とかもう細かいこと言ってるんですよ。今度撃ったタイミングとしてどういうことが考えられますかとか <laughs> こんなこと言ってるわけですね。それかからアメリカブッシュ大統領がどっかの えー、パーティーに出てたけども、あのコメントはどうだったとかですね。まあね、私ね、もうね、本当心の底から日本が従属国になっちゃったんだなと思ったんですね。人の顔色だけを疑うたがうううあの見てるんですよ。伺ってるわけですね。もう本当に細かいところまで顔の症状一つの変化、タイミングそれ全部見て。 まあ、北朝鮮はどう考えてるのかどう考えてるんだろうかアメリカはどう考えてるのかどう考えてるそれだけやるんですずっとこれで日本はどうするんだって全然ないんですよねだからまあいいとそれは他人の心はどうでもいいとそれ分かってるともう北朝鮮もアメリカも分かってる北朝鮮は自衛のために核爆弾とミサイルとあと科学兵器も結構持ってますからねからどうせ飛んでいくところもですねなんか日本で万全に準備してるったって今度の 高さでですすね750キロぐらいですよ、えー、日本のイージス艦のミサイルはどんなに頑張ったって2 0 0キロですからねだから届かないんですから <laughs> その安心しろっつっても無駄ですよそれからあのもちろん北朝鮮は核爆弾以外にサリンのような化学兵器ってのはのは随分持ってますからねだからそれに対する防御もほとんどないできないんですよ日本はそういう社会を作ったのは えー、日本国民であり、えー、自民党であり社会党であり共産党でありですね文化人であり東大教授であり日本弁護士会であり日教僧であるんですからね最悪だけじゃないんんでですすよ我々普通の人もそうだだったんですだけど私たちがここで考えなきゃいけないのは人の顔色だけをう,たうかがうような従属的な国になってはいけないということですね。私私がこののブログでで一応ですね私の 計画を言ってるのはまず北朝鮮と同盟を結結ぶぶとといい北北朝朝鮮鮮同盟を結ぶ北朝鮮を敵視しないなぜかというとですね北朝鮮と日本は全く同じなんですよ独立できてないんですまだ北朝鮮もそれを求めてるんですね私たちは朝鮮半島を半分に切って北に住んでるとまあもともと北朝鮮というのは民族的には南とちょっと違ってですね満州と近いっていう点があるんですけどまあそれにしてもですね まあ北朝鮮が北朝鮮と現在の満州を一体一緒にして中国から独立するっていうのが一番まともかもしれませんね歴史的には。日本も全然独立してないんですねアメリカ軍が駐留して今度のことで分かるように全く自衛もできないとアメリカの顔色を見なきゃならないという状態ですから独立してない。だからこの前の大東亜戦争終わった後ですねまだ、えー、北朝鮮も日本も韓国も台湾も。 完全に独立してないんですよつまり日本が大日本帝国として朝鮮台湾日本それから千島カラフトという形で国になったものが分解した後まだここがですね独立してないんですよ日本も含めてだからまずはね北朝鮮とできれば韓国台湾と合同してですね同盟を結びそれで、えー、と我々は独立するんだと。朝、えー、朝鮮は朝鮮はで 南北に分かれて,てもいいしそれから一緒になってもいいし台湾もですねもともと中国のもんじゃないんですからやっぱりきちっとした独立をする日本もアメリカと離れて独立にするそれにそれだけだとちょっと足りないかなと思って私はですねこの前フィリピンインドネシアと一緒に太平洋諸国連合というのを作ったらどうかという話をしたんですけども日本がまずどうするかってことを決めないとですねもう日本は重属国のままですよ。ええ だからそれじゃダメなんでねやっぱり人の顔色を伺う,うんじゃなくて自分は何をするかってことですよねだからこのままアメリカと同盟を結んでれば当然今の状態になるんですよ当然今の状態になってアメリカは日本が核攻撃を受ける恐れが生じて今でも生じているわけですねアメリカは日本を守らないっていうこともずっとこの2,3年で態度で示しているわけですねつまり 北朝鮮のミサイルが日本に届くようになって北朝鮮が核兵器を持つようになってもですねアメリカは反応しなかったんですよアメリカが反応しだしたのはアメリカにミサイルが届くような恐れが出てきてからなんですよってことはこれはねアメリカが何つってるかって言ったらアメリカは日本と同盟は結ぶけども核戦争になるようなつまり アメリカ本土が攻撃されるようなリスクは取りりりませんんよよよってこうはっっってててはははきき言るるわけででですす態度で <laughs> だからこれもしねアメリカは日本を守ってくれるかなんつってるけど守るには限界があるってアメリカはまあ口では言わないけども態度で示してるわけですねつまり小競り合いぐらいだったら日本に付き合うけど大きな戦争になってアメリカ本土がやられるなう時にはもう日本を助けないよとか言ってるわけですからねそれからもう一つはそれもできないって言うんであれば 小学校に防空壕を作った方がいいといや実はこの前あるテレビでですねやっぱり北朝鮮専門家が出てきてで話をしようっていうんで僕がですね事前にですねいやそんな話してもしょうがないから防空壕の話をしようって言ったらね全然取り合ってもくれないんですよつまり自分,の子自分の国の子供たちを守ろうということよりか北朝鮮の顔色をうかがうことに、ま、興味があるっていうか分かんないんでしょうねもうここまで心が従属的になってしまうと。 これはあ,のあの、誤解しないでくださいね。昔、まだ女性が独立してないときは、やっぱり芸者さんとか人の顔色を見ますよ。人の顔色を見るっていうのはやっぱり自分が独立してないからなんですね。自分が独立すれば、まず第一にはですよ。大体のことがわかれば。北朝鮮は何のためにミサイルを開発しているか、アメリカはどういう態度で出るのか、もう基本的に分かっていれば、じゃあ日本はどうするのか。日本の自分の子供を守るためにどうするのか。 っていうことが先に来るんですよね後先の問題でそれが先にあってこの政策を実施するためには今度の北朝鮮の態度はどうかって軸があるわけですよだから今ね日本はまあ完全な心の底から従属国になっちゃったんで軸がないんですよねただ相手がどうのこうのってうろうろしてるだけなんですそれで官房長官も全然厳しい言葉で抗議したとか国民に安,全安心しろとかいう架空のことになってしまってる これが今日の北朝鮮のミサイルで我々日本人の大人が最も厳しく考えなきゃいけないことだと思います日本も全然独立してないんですねアメリカ軍が駐留して今度のことで分かるように全く自衛もできないとアメリカの顔色を見なきゃならないという状態ですから独立してないだからこの前の大東亜戦争終わった後ですねまだ、えー、北朝鮮も日本も韓国も台湾も 完全に独立してないんですよつまり日本が大日本帝国として朝鮮台湾日本それから千島カラフトという形で国になったものが分解した後まだここがですね独立してないんですよ日本も含めてだからまずはね北朝鮮とできれば韓国台湾と合同してですね同盟を結びそれで、えー、と我々は独立するんだと。朝、えー、朝鮮は朝鮮はで 南北に分かれて,てもいいしそれから一緒になってもいいし台湾もですねもともと中国のもんじゃないんですからやっぱりきちっとした独立をする日本もアメリカと離れて独立にするそれにそれだけだとちょっと足りないかなと思って私はですねこの前フィリピンインドネシアと一緒に太平洋諸国連合というのを作ったらどうかという話をしたんですけども日本がまずどうするかっていうことを決めないとですねもう日本は重属国のままですよええ。 だからそれじゃあダメなんでねやっぱり人の顔色を伺うんじゃなくて自分は何をするかってことですよねだからこのままアメリカと同盟を結んでれば当然今の状態になるんですよ当然今の状態になってアメリカは日本が核攻撃を受ける恐れが生じて今でも生じてるわけですねアメリカは日本を守らないっていうことも,もずっとこの2,3年で態度で示してるわけですねつまり 北朝鮮のミサイルが日本に届くようになって北朝鮮が核兵器を持つようになってもですねアメリカは反応しなかったんですよアメリカが反応しだしたのはアメリカにミサイルが届くような恐れが出てきてからなんですよってことはこれはねアメリカが何つってるかって言ったらアメリカは日本と同盟は結ぶけども核戦争になるようなつまり アメリカ本土が攻撃されるようなリスクは取りませんよってこうはっきり言ってるわけですよ態度で <laughs> だからこれもはっきりしてるんですよねアメリカは日本を守ってくれるかなんつってるけど守るには限界があるってアメリカはまあ口では言わないけど態度で示してるわけですねつまり小競り合いぐらいだったら日本に付き合うけど大きな戦争になってアメリカ本土がやられるよ時にはもう日本を助けないよとか言ってるわけですからねそれからもう一つはそれもできないって言うんであれば 小学校に防空壕を作った方がいいといや実はこの前あるテレビでですねやっぱり北朝鮮専門家が出てきてそれで話をしようっていうんで僕がですね事前にですねいやそんな話してもしょうがないから防空壕の話をしようって言ったらね全然取り合ってもくれないんですよもう日本は重属国のままですよ、ええ、だからそれじゃあダメなんでねやっぱり人の顔色をうかがうんじゃなくて自分は何をするかってことですよね。 だからこのままアメリカと同盟を結んでれば当然今の状態になるんですよ。当然今の状態になってアメリカは日本が核攻撃を受ける恐れが生じて今でも生じてるわけですね。アメリカは日本を守らないっていうことも,もずっとこの23年で態度で示してるわけですね。つまり北朝鮮のミサイルが日本に届くようになって北朝鮮が核兵器を持つようになってもですね アメリカは反応しなかったんですよ。アメリカが反応しだしたのはアメリカにミサイルが届くような恐れが出てきてからなんですよ。ということはこれはねアメリカは何つってるかって言ったらアメリカは日本と同盟は結ぶけども核戦争になるようなつまりアメリカ本土が攻撃されるようなリスクは取りませんよってこうはっきり言ってるわけですよ態度で。<laughs> だからこれもはっきりしてるんですよね。アアメメリリカカはは日本を守守っっってててくれるるるるかなんつってるけど、守るには限界があ 口でででは言わわないけけど態度で示してるわけですねつまり小競り合いぐらいだったら日本に付き合うけど大きな戦争になってアメリカ本土がやられるなう時にはもう日本を助けないよとか言ってるわけですからね。それからもう一つはそれもできないって言うんであれば小学校に防空壕を作った方がいいと。いや実はこの前あるテレビでですねやっぱり北朝鮮専門家が出てきてで話をしようって言うんで僕がですね事前にですねいやそんな話してもしょうがないから。 防空壕の話をしよようっっってて言ったらね全然取り合ってもくれないんですよつまり自分,の自分の国の子供たちを守ろうということよりか北朝鮮の顔色をうかがうことに、ま、興味があるっていうか分かんないんでしょうねもうここまで心が従属的になってしまうと。これはあのあの誤解しないでくださいね昔まだ女性が独立してない時はやっぱり芸者さんとか人の顔色見ますよ。 人の顔色を見るっていうのはやっぱり自分が独立してないからなんですね。自分が独立すれば、まず第一にはですよ。大体のことが分かれば。北朝鮮は何のためにミサイルを開発しているか、アメリカはどういう態度で出るのか、もう基本的に分かっていれば、じゃあ日本はどうするのか。日本の自分の子供を守るためにどうするのかっていうことが先に来るんですよね。後先の問題で。それが先にあって、この政策を実施するためには、今度の北朝鮮の 態度はどだから今ね日本はま完全な心の底から従属国になっちゃったんで軸がないんですよねただ相手がどうのこうのってうろうろしてるだけなんですそれで官房長官も全然厳しい言葉で抗議したとか国民に安全安心しろとかいう架空のことになってしまってるこれがここ今日の北朝鮮のミサイルで割れ落ちないんですよ。つまり日本が大日本本が帝国として朝鮮台湾日本それから千島 樺太という形で国になったものが分解した後まだここがですね独立してないんですよ日本も含めてだからまずはね北朝鮮とできれば韓国台湾と合同してですね同盟を結びそれで、えー、と我々は独立するんだと、えー、朝鮮は朝鮮で、えー、南北に分らせて,てもいいしそれから一緒になってもいいし台湾もですね もともと中国のもんじゃないんですから、やっぱりきちっとした独立をする。日本もアメリカと離れて独立にする。それにそれだけだとちょっと足りないかなと思って私はですね、この前フィリピン、インドネシアと一緒に太平洋諸国連合というのを作ったらどうかという話をしたんですけども、日本がまずどうするかってことを決めないとですね、もう日本は重属国のままですよ。ええ。だからそれじゃあダメなんでね。 やっぱり人の顔色を伺うんじゃなくて自分は何をするかってことですよねだからこのままアメリカと同盟を結んでれば当然今の状態になるんですよ当然今の状態になってアメリカは日本が核攻撃を受ける恐れが生じて今でも生じてるわけですねアメリカは日本を守らないっていうこともずっとこの2,3年で態度で示してるわけですねつまり北朝鮮のミサイルが日本に届くようになって 北朝鮮が核兵器を持つようになってもですねアメリカは反応しなかったんですよアメリカが反応しだしたのはアメリカにミサイルが届くような恐れが出てきてからなんですよ。ということはこれはねアメリカが何つってるかって言ったらアメリカは日本と同盟は結ぶけども核戦争になるようなつまりアメリカ本土が攻撃されるようなリスクは取りませんよってこうはっきり言ってるわけですよ態度で。<laughs> だからこれもはっきりしてるんですよね。 アメリカは日本を守ってくれるかなんつってるけど守るには限界があるってアメリカはまあ口では言わないけども度で示してるわけですね。つまり小競り合いぐらいだったら日本に付き合うけど大きな戦争になってアメリカ本土がやられるなう時にはもう日本を助けないよとか言ってるわけですからね。それからもう一つはそれもできないって言うんであれば小学校に防空壕を作った方がいいと。いや実はこの前あるテレビでですね やっぱり北朝鮮専門家が出てきてそれで話をしようっていうんで僕がですね事前にですねいやそんな話してもしょうがないから防空壕の話をしようって言ったらね全然取り合ってもくれないんですよつまり自分,のこと自分の国の子供たちを守ろうということよりか北朝鮮の顔色をうかがうことにま興味があるっていうか分かんないんでしょうねもうここまで心が従属的になってしまうとこれあのあの誤解しないでくださいね昔 まだ女性が独立してないときは、やっぱり、